決勝2日目、まあ、最終日ということになります。その決勝のフライト、最後のソロのフライトということになりますね。ミハイル・マミストフ選手、ロシアのパイロット、変わりましたよね。うん、僕あのここに来た時からずっとあの話聞いてますけどね、本当に最初はもうなんかなんていうかナイーブで、はい、すごくこうこのコースもね馴染めなくてとかっていうようなことを言ってたんですけど、ありましたね。それになんかこう周りも溶け込めなくてね、一緒の若手、ロシアの若手たちでこう固まっちゃってたような感じもしたんですけども、今はなんかすごい明るくなってますね、はい、それであの